はい、でもキョウペイちゃんです。さあ、こういうことやっていきましょうということで、今回ですけども、来たね、ワンパンマンコラボガチャ。ということで、まあ今回ね、ちょっとこれを引いていくんですけど、なんか昨日夢でね、コナンコラボの夢見て、で、なんかコナンコラボ来てほしいんですけど、まあ多分来ないと思うんですけどね。まあ、そんな話はさておき、3万円分金券用意しました。まあ引いても上限5万円分かなっていうところかな。まあっていうのも、今月ね、めっちゃ引いてて、EO ランクの月間ランク見てみると、俺19万6千金券も今月使ってるんだよね。多分使いすぎということで。まあ、できれば3万円以内。まあ引いても5万円上限かなというところで、引いていくんですけど、一応狙いはね、まあまずはこのバイクかな。これ、新しいやつだよね。前回のセランと同じようなカラーリング。で、このジェノス、ボンテン1なんで、多分これは、進化できると。まあ、これも欲しい。当たってくれたらね。で、これはいらない。寄宿。寄宿はいらんでしょう。で、M24 と MP5。この辺は欲しいかな。この10スキンは。まあ、あとは衣装とかなんで、まあ、別にって感じかな。まあ、強いて言えば、まあ、これか、強いて言えばこれ。まあ、あとはいらないかな。この、竜巻。これジープだよね。ジープスキン。まあそんなところで、まあ狙っていくのはバイクとセダンの新しいやつと、あと銃のスキンかな。まあということで引いていきますか。150連でいつも通りね、金色確定なんで、まあとりあえずなんかこの演出見てみようか。一回スキップしないで、まあ確定演出があるかもしれないんでね。ということで引いていきましょう。最初の10連、来い！お、何これ、タップして長押し。これでいいのか。おー、来た来た来た。来い、金！金来い来い。うん、おー、パラシュート埼玉からの、まあ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 、これ今のが多分通常バージョンなんだろうね。で、確定演出はどんななんだろう。確定演出みたいよね。とりあえず確定演出が来るまでは演出はスキップしないで、竜巻の水着、はいはいはい、からの、からのだよ、はい、そして吹雪の水着めっちゃ水着来るじゃん。はい、オッケー。まあ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 、次行きましょう。頼むぞ、確定演出。来い！確定演出！どんなんなんだろうな。てか、そもそもあるのかすらわかんないな。はい、竜巻の水着。これ、かぶりですね。まあ、金色が出た時に、まあ、どんな演出だったかっていうのをね、ちょっと見比べればわかると思う。来い！車が欲しいな。乗り物。あー、これじゃないんですよ。これじゃないんすよね。バイクかセダンが欲しいんすよ。ちょうどいいタイミングで出てきたけどさ。違うんだよな。バイクかセダン。まあでも、今日確率アップ衣装なんだよね。なんで、初日のさ、確率アップはさ、車にするべきだと思わない？ね。なんで衣装なんだろうな。どっちも 1% なんだよね。あ、1% じゃない。0.1% か。車もセダンも。当たらない。かな。まあ、ピンポイントでそれが当たってくれたら、マジで嬉しい。で、金チキも6枚ぐらい、持て余してんだよね。使い道がなくて。ワンチャン最終形態も狙えるんじゃないかなというところで、当たってくれたらして、どっちか当たったら、どっちか最終形態するわ。それ約束します。これめっちゃ来るじゃん。このジップ。このジップすごい出る。まだ金出てないんだけど。めちゃめちゃ引き悪くない？これもしかして。金！金幕来い。マント番犬マン、番犬マン本当に金来ないよ。マジでこんな来ないの。すげえ日悪くね。はい、竜巻の水着。いや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 、マジで来ない。本当に来ない。金こんなに来ない。そろそろ来てもいいんじゃない。そろそろ時期で、時期来い。はい、何これ、めっちゃ面白い。来ない、金が来ないっすよ。でもスーパーレア2つ。この後は熱いんじゃない。でもなんか演出が変わんねえんだよな。演出がいつも一緒なんですよ。いや、マジで。ちょっと待って、今何連引いた？残り4000金券。え、これ150連引けねえんじゃねえ、もしかして。今で、110連か。残り40連だから、4800金券必要だから、引けねえじゃん。150連引けねえじゃん。これワンチャン金来ないでそのまま終わるパターンあるぞ、これ。まあ、マックス5万まではね、課金してと思ってるんで。
0.1% だもんな。来てくんねえかな。お願いします、頼む。なんか違う人、なんか違う人が来た。誰か知らないけど髪が2つに割れとる。誰これ。最悪だ。 CV はいらんって。いらないんすよ。乗り物かジュースキンが欲しい。ジュースキンすらまだ出てないからね。おお、待って、また来たぞこいつ。このハートの頭のやつ、頼む、お願い。乗り物かジュースキン来い。なあ、またお前か。めっちゃジェノスに好かれとる気がする、マジで。ああ、これはもうあれだね、さっきのがだから確定なんだ。あの時点で分かんだね。もうピッて押した時点でもう、あのハートの頭のやつか、あの通常のやつかで分かっちゃう。まあまあまあ、ちょっともう1万円分引いていこうか。まあとりあえず刻んでくスタイルで上限5万円だけど、まあ一旦ちょっと4万円でストップして。おい、来たよ、これあんじゃない。ハートマン頼むぜ。ハートマンお願いします。乗り物かジュースキン頼む。 CV はいらん。おい、来たー、 MP5 ジュースキン OK、 ジュースキン OK、 あと M24 だね。まあ、あとはバイクか、セダンの、ジェノスの方ね、あのボンテンっていう方、そっちが来てくれたらマジで神。この MP5 は後でちょっとあれしよっか、最終形態に。竜巻月中 HK50 ジュースキンは嬉しいんだよね普通に。はい、2本目。あの称号を狙ってるから、称号ね、称号の第1位をキックしたいから、ジュースキンは OK。 これさ、そう、なんていうの、あの金の確定じゃなくても金が出るっていうパターンもあったらより盛り上がるんだけどね。まあでもそこまではしてんじゃないか。でもたまにあるよね、なんかね、あのこういうスマホゲームのガチャとかでさ、通常演出なんだけどたまに金が来るみたいな、あるじゃん。そういうの仕組んでてくれたらめっちゃ楽しい。はい、竜巻、これ何代目だよ。めちゃくちゃ出てる気がするこのジープスキン。さあ残り、あ、もう引けねえじゃん、もう1万円じゃん。これ忘れないうちに取っとくか。これ取って、もう1万円分ちょっとね課金して、ま、最悪当たんなかったらこれ使っていこうかということで、もう1万円ラスト1万円いきたいと思います。はい、じゃあ泣いても笑ってもガチラストで、本当にもう当たんなくてもこれで終わりにしますということで、いきますか。今度は演出なしでいきます。来い。まあ変わんないと思うんだけどね、まあ、別にね、そんなんで変わるわけないんですけど、演出なしで行ってきて、まあ、40連かな、40連、50連。はい、 M24。 いや、これだけでもやってよかったわ、追加してよかった。これで10は2つも両方ゲットなんで、これも後で進化させよう。これ熱いよ、次熱いよ。はい、埼玉。おい、来た、ボンテンジェノス。この1万円だけだったら神引きだな、マジで。来た、しかも欲しい方来てくれたからね。寄宿の方は全然いらなかったけど、こっちの新しい車欲しかった、ボンテンね。これはあの完全な新車なんで、これも進化させよう。これ進化できるはず、多分ワンって書いてあるから。まあ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 、これで終わりっすね。オッケー、いいよ、最後の1万円引いてよかったな、マジで。そしたら神秘ショップ見てみて、進化、まず乗り物からだね。あった、え、2枚、新しくない、しょっぱなから2枚、これ俺最終形態できるか。2枚なの、新しい。まあいいや、とりあえずやってっか、進化させてみよう。次が何枚か知らんけど、はい、進化しました。何変わった、違いがあまりわからない、違いがほぼほぼわかんないけど、多分どこかしら変わっているんでしょう。そしたら次あるよな、もう一段階、あー、あるわ、ついてるわマーク。これか、あー、ちょっと変わったね、なんかホイールがより黄色くなって、なんかすごいふわーってのが出てるわ。これは違いがわかる、これ1枚なんだね。はい、順番が逆なの、普通1、2って来るじゃん、2、1って来たよ。ってことは
次3枚とかあるよね。怖い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 よ。ちょ、神秘ショップ見てみる。怖い。あ、ないわ。あ、これ最終形態順番が逆になったんだね。なんでだろう。人なんか上げる時のハードルが高くなったのか、で最終形態にするハードルは低くなったと、そういう感じね。よくわからんけど。で、ジュースキンがこれですね、 M24、まあ、この辺もちょっと最終形態にしちゃおう。まずは、あれだね、銃剣。はい、来ました、豪華版。まあまあかっこいいよね。これでちょ、順番に上げていくか。じゃあ次 MP5 上げていく。 MP5 に銃剣をつけていく。はい、やった、これね。はい、ということで、じゃあ次これいきましょう。ポン。はい、これが MP5 の銃剣付きバージョンで、次が M24 行きたいから、M24 ワンチャンボイスないか。まあないっすよね。昔はね結構ついてたんだけどね、本当になくなったな。まあとりあえずじゃあこれも、進化させていこう。おそらくこれが最終形態。はい、来た、痴漢版。まあ多分この次はないでしょう。これで多分キルカウンターがついて、銃剣もついてるから多分最終形態。そしたら残りは MP5 かな。一応確認ね。一応ない？ M24 ないっすね、うん、最終形態。じゃあということで MP5 も進化させちゃおう。はい、ポン。はい、来た、機関版。まあこれも多分これが最終形態だよね。一応確認する。でも直接使用にしちゃって、ないっすね、印つけたいんで。はい、ということで、まあこんな感じなんで、ちょっと車の性能検証をしていこうか。まあ一応さらっと鍵ランクだけ見てっか。あ、割と高いんじゃない。あ、でも村幕より下か。村幕より下だけど、ケーニングセグの最終形態よりは上、まあ、ただ別物なんでね。あ、なるほどね。あー、はい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 。で、2段階目がどこだ。2段階目がここだから、まあちょっと高いぐらいで、1段階目が、1段階目どこ？あれ？間違った。あー、ここか。ここですね。なんとも言えない。まあでも、1段階目の中では一番上って感じだね、多分。そうだね。はい、っていうのが鍵ランクでした。ということで、じゃあちょっと実践で、性能検証やってみますか。さあ、ということでやっていきましょう。ここは来てないね。フリーダム。じゃあここで漁って、あとセダンを探しに行くか。ここ何乗るもの。あー、ヤオタイね。ヤオタイだったら乗んない方がいいな。だったらここでちょっと整えて、川辺の方行って向こうの車見に行くか。ヤオタイで乗っていくぐらいだったらさ、絶対サイレントで行った方がいいよな。てかいるのかな、川辺全然パラシュート見てなかったわ。ワンちゃんいないかも。あ、開いてないな。これいないか。いないね。一録欲しいね。てか、あの検証に関しては、性能検証に関しては全然、あのスピードとか加速のスピードだけ見るんであれば全然射撃場でもいいんだけど、でも気づいたんだよね、結局は山道性能じゃないって。あの吸い付きっていうかね、まあ、その辺が結構やっぱり重要なんじゃないかなと思って。そうなると射撃場だとやっぱ分かりづらいんだよね。敵いないよな。一応念のためちょっとガラスは割んないようにして、ドアで出入りしていこう。怖いな、いないよな。え、なんか今いた。敵いるじゃん。いたよ、あそこ。順番的にさ、手前の高級あさって出てくるよね。ちょっとここで待っとくか。多分バレてない。多分ね。うん。あ、来た来た来た。気づいてないね。すまんな、すまんな先に気づいて。めっちゃいい物資持ってんじゃん。16、あー、95式ですか。まあ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 、いいでしょう。そしたらじゃあ三輪車で探しに行くか。セダン来たー、やっと見つけたぜ。乗ってきます。うぃー、来たー。これが最終形態、梵天のね。どうよ、要は坂道なんよな。要はね。
あ、でも坂でも通常で100キロぐらいは出るな。スピードは問題なさそう。え、なんかめっちゃ吸い付きいいような気がする。気のせいかな。ほらほらほら、すげえ吸い付くぞ。え、これ強いんじゃね、嵐ワンちゃん。通常でさ、あの、めったに嵐来ないからさ来ちゃうとやっぱついついこのあれだよね、無重力で遊んじゃうよな早く行かないと、ハンチ痛い、結構痛いぞこれ。行こう行こう、急ぐ急ぐ急ぐ。お、めっちゃ吸い付くわ。やっぱりほら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 、すげえ吸い付く。待って、ちょっと死ぬわえ、これ強くね、マジで。これどこ行けば、どこ行けばいいのこれどこ行けばいいんすか。車、めっちゃいるんだけど。めっちゃブンブンさせとるじゃん。シングルの大会みたいなんですけど。一旦ここで次のアンチ。あー、そっちかー。マジで。どうしようこれ。前のやつが邪魔だな。なんかこっちの方で純正してたんだよね。いない？もう一個前まで上げれっかな。ただ120方面でなってた銃声が気になるんだよね。ん？あれ人か。あ、そうだ、何減るか。はい、オッケー。これなんかスコープなんでこうなってんの。まあいいよ。残り4人。あ、痛い！ちょっと待って待って待って。それは痛いっすよ。それはうまいわ。ちょっと。タイム！あー、いいね。一旦ここで、回復できそう。いった！ 3 ヘルスラーが死んでたわ。うますぎやろ。上取りたいけど絶対いるんだよな。上。平裏行きたいけど絶対いるよな。ちょっと見てみるか。あ、いますよね。そうっすよね。そこいますよね。強いもんな。どうしよう。あ、でもここのくぼみ。いや、でも来るな。降りた。待て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 。パンクさせた。こいつやっちゃうか。邪魔だな、ちょろちょろって。止まんない、その辺で。やれそうじゃない。いや、どうしよう。上取りてえ、マジで。あいつやるか。いや、でもきついよな、塀裏はな。でも行かなきゃな、アンチ入ってんだよね。ここが入ってれば別にここステイでいいんだけど、入ってないから。いや、もう上やりに行くか、あいつ。いやー、16が欲しい。あ、でもグレで飛ばせる、あいつ。ワンチャングレで。ちょっと待って、なんか危ない気がする。危ない危ない危ない。あ、死ぬて死ぬて。あー、くそ、惜しいあ、さっきの人が大きい処置きっと。ありがとうございます。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。